はい、お疲れです、えー。今日の後楽園ホールも現場出張行ってきましたんで、はい、現地民の感想を喋っていきます。えー、今日は、あの、客数人数とか見てないですけども、多分僕の肌感、1350、多分この辺かなっていう感じがします。当日券が、まだ全然買えてたんで、あれ、ニュージャパンカップ開幕、あのー、ニュージャパンカップの後楽園でも、あれ、意外と、 空席あんのかなとか思ったらもうほぼほぼ9割方埋まってますねはいだからまあ僕の裸の1350ぐらいかなっていうまあそんな感じですかねはいまあいつも通りの活気のあるほぼフルハウスに近いコーラケンホールまあそんな感じでしたねはいで、まあ、各試合の感想を喋っていきますね第1試合は特に何も感じなかったんで第1試合はスルー、えー、第2試合ができますね、えー、TMDK と真壁あのはいこの試合の感想 僕、今年2024年入ってから、結構いろんなこう会場現地行ってるんですけども、僕は何回、真壁闘技のこの姿を見てきたんだろう。まあ、こんな感じですね。はい。この真壁闘技が、毎回、この姿で引き上げていく。この姿を、今年入ってから何回見てきたんだ。まあ、そんな感じですかね。はい。以上です。はい。続きまして、 えー、バレットクラブ対、えー、ユナイテッドエンパイア6人タッグはいこの試合の感想このメンツ見てあれ誰フォール取られるのかなってすげえ気になったんですよジェフコブカ・カラム・ニューマン・アキラ vs ゲイブ・ケンタ・石森まあ普通のシ,シリーズであればカラム・ニューマンが順当に取られるっていうのが当たり前なんですけども カラムニ2ンがまだニュージャパンカップの初戦控えてる状態なんで、ニュージャパンカップの初戦に出る人が、まだね、あのー、1回戦も戦ってない選手が、ここで負け、黒星をつけさせるってことはないだろうな、というふうなことを考えたら、あれ、アキラと石森、このどちらがか,かなと思って、いや、石森は取られねえだろう。まあ、無難にアキラかなって思ったら、まさかの石森が取られるのかよっていう、まあ、そんな感じっすね。 石森選手がこういう普通の6人タックであっさりフォール取られるのってすげえ珍しいなっていう感じなんですよ。だから、ここで石森がフォール取られたっていうのは、なんかしらの次の伏線につながるのかなみたいな、ちょっとそれを期待してるっていうそんな感じですかね。はい、以上です。はい、続きまして、えー、ハウスオブトーチャーと本体の、えー、8人タックだが、8人タックですね。はい。えー、この試合の感想。えっ、ー、と、ジャック・ペリー。 急遽参戦になったんですけども、昨日僕が初めて見た感じだとすげえちっちゃいなっていろいろ言ってきたんですけども、実際今日、高楽園の割とリングサイド寄りの近いところで見たら、あれ意外と近くで見ると昨日感じた、うわ、ちっちゃいなっていうほどではなかったかなっていう感じですね。昨日の僕の裸が160代かなって身長思ったんですけど、あ、170はギリありそうかなっていうのは思ったですね。 ノブオジと同じぐらいな感じに見えたんで、はいまあ、だから昨日見たよりは、そこまで、うわちっちゃいな、ジュニアじゃねえかよ、までは思わなかったですけども、でもやっぱりこう見ていくと、ああ、ジャック・ペリーって、どっからどう考えてもジュニアだよねっていう、やっぱりなんだかんだでその感想に、ね、落ち着く、まあそんな感じってどうですかね、はい。 でまあ昨日の旗揚げの開幕戦もそうだし、で今日の試合後も、えー、海野選手が慶応大の字っていう、まあ、こういう状況なんですけども、まあ、もしかしたら、海野選手のファンで、この海野の扱いがかわいそうだとかっていう、まあ、そういう不安を覚えてしまっている方が、えー、もしいましたら、大丈夫です、安心してください。はい、安心してもらって大丈夫です。この今海野選手がこの大の大になってる この絵っていうのは、後のロードトゥーイーヴィル。はい。ここにつなぐための、まあ伏線ストーリー作りなんで、あんまり心配しなくて大丈夫ですよ。はい。まあそんな感じですね。えっ、ー、と、今年の1月で成田倒して、 でイーヴィルに行ったけども、イーヴィルに返り討ち。でそこにまた新しく立ちふさがる、新たなイーヴィルの前の副将としてジャック・ペリーが立,、えー、立ちふさがる。まあ、こういう図式なんで、なんで、後日ジャック・ペリーともかえりマッチやって、そこをクリアして、えー、次に打倒イーヴィル。まあ、こういう展開になっていくんで、あんまり心配しなくて大丈夫ですよ。はいまあ、そんな感じですね。はい、まあ、こういうふうなこと言うと、またあだこうだ言われそうですけども、まあ、これが現実っていう感じですかね。はい、以上です。 はい、続きまして、えー、ジャストファイブガイズとロスインゴの十人タックスね。はい。この試合の感想。まあ、試合は、まあ、特に、まあ、いつも通りの、はい、ファイブガイズとロスインゴだなっていう感じで。で、まあ、今日、割と近かったんで、あのー、まあ、いろいろ、あのー、その、リング上以外のところも、ね、一通り、こう、いろいろ見ていったんですけども、まあ、僕もいろいろね、こう、地方とか、いろんな会場行って、やっぱ、改めて思うんですけども、この、 ななんだろうなワールドのカメラとかではこう見れない見えない部分であのちょいちょいね内藤選手とね、広ロ選手がよく喋るシーンって多いんですよ。何、まあ何喋ってるのかこっちにはわかんないですけども結構ね、広ロ選手とね内藤選手がねちょくちょくこう喋ったりしてる絵っていうのがこれ現場行くとね、結構面白いんですよね。で、高木選手と辻選手がなんか雑談してるシーンがあったりとか。 なんかこういうところもね、結構面白いんですよね。だから席によって全然見えなかったりするんですけども、うん、結構リングサイド周りで、で、その、なんだろうな、その次軍のコーナー近くに行くと、結構そういう細かいところ見えたりするんで、結構面白いんですよね。よくあるじゃないですか、選手同士がこう雑談してる、うん、なんかコーナーで控えながらなんか喋ってるシーンとか、あれとかもね、見てるとね、結構面白いんですよね。やっぱワールドとか中継では見れない部分なんで。 うん。こういうの結構面白いっすね。はい。まあそんな感じですかね。はい。うん、まあそんなとこんな感想って感じですかね。はい。以上です。はい。で、ここで次の、えー、ニュージャパンカップの、えー、トーナメントに行く前に、なんとびっくり。暗転して、ベストオブザスーパージュニアのスケジュール発表。いやー、これびっくりですね。完全ノーマークだったんで。で、最近この新日本プロレスって、 その会場内でその次のスケジュール発表ってここ最近なかったじゃないですか1.4東京ドームで大体その年間のビッグマッチスケジュールとかって今まで発表してきたんですけども今回発表なくてでなんだっけあの武士ロードの戦略発表会とかなんかその辺でそんな需要のないところであのビッグマッチスケジュール発表したもんだからいやーそんな需要ねえところで発表すんなよとかって思ってたんですけども なんか久々に、うん、この次期シリーズのこの会場発表があって、いや、これだよ。やっぱこれいいよなっていうのを思ったっすね。これやっぱ楽しいっすよね。うん。あのスケジュール発表されて、あこの大会だったらいけそうだなとかっていうのをちょっと考えながら、こう、ワクワクするこの感じ。 うん、だからね、これはやっぱり廃止してほしくないんで、まあこれからね、どんどん継続してください。まあこんな感じですかね。はい。まお、あ、そらく4月の両国で G1 のスケジュール発表あるかなっていう風な感じですね。はい。まあそんなところでした。はい。で、まあ今回のね、スーパージュニア、僕決勝行きたい、行くつもりだったんですけども、多分年間のスケジュールとか見ると、あれ今年のスーパージュニアの決勝、6.2。 これ、多分この日かなって思ってて、いや、6.2はね、行けないんだよ。南条吉野さんのライブ、名古屋行くのに被ってるから、いや、今年のスーパージュニア決勝は、あ、これ現地絶対行けねえなっていうのを、ちょっと覚悟してたんですけども、なんとびっくり、6.9大阪城ホールが決勝戦。いや、助かったよ。 吉野ライブとこれ重なってたら、あスーパージュニア決勝、今年はスルーになってたんで、うん、だからこのスケジュール発表はね、僕はすごく安心しました。これで現地行けるぜっていう、はい、まあそんな感じですね。はい。で、まあこのスケジュール発表を見て、結構違和感を覚えた人でも、まあいると思うんで、まあ僕も結構違和感というか、うん、ちょっといろいろ思うところがあったので、はい。まあこれも後ほど、 ちょっとね、スーパージュニアに関してはまた別でゆっくりちょっと喋ろうかなというふうに思うので、はい。ちょっと別でまた後日あげようかなというふうに思います。はい。そんな感じです。以上です。はい。で、こっから、えー、ニュージャパンカップのトーナメントですね。えー、石井対チェーズ。この試合の感想。チェーズオーエンズの試合で、こんだけ白熱した試合作れるのって、石井智弘ぐらいじゃねまあ、そんなのを思ったって感じですね。うん。 いやー、なんか、思ってた以上に結構白熱してたって感じっすね。で、まあ、もっと言うと、僕はもう前々から、ニュージャパンカップの完全攻略、完全攻略本配布とかっていう、なんかそういうのを、そういう面倒くせいものを作ってしまったがゆえに、これ試合を見ながら、あれこれ下手したらワンチャン、石井が勝つのかなとかって思う部分が何箇所かあって、ちょっと一瞬焦りましたけどね。 うわここで石井勝っちゃったらせっかく作った攻略もまたやり直しかよまた再犯しないといけねえじゃんみたいなうわここで石井が勝ってまさかの石井義箸で IWGP タッグかいやその可能性もなくはねえなとかいろいろ考えてて僕の中でねちょっと若干ハラハラドキドキしてましたねうんで最後まあチェーズ・オーエンズが勝って僕ねあの勝手に1人でこう小さくガッツポーズしましたはい チェーズ・オーエンズが何としても勝ってほしいっていう、その気持ちが今回強かったですね。多分今までチェーズ・オーエンズの試合ずっと見てきましたけども、チェーズ・オーエンズの試合でチェーズが勝ってほしい。で、チェーズが勝ってガッツポーズをする。多分こんなの僕の人生で生まれて初めてって感じですかね。はい。まあそんなとこですね。はい。いやー、だってね、途中スタイルズ・クラッシュとかやった時も、あれを返されて、で、 なんだっけ、あのー、パッケージドライバー。あれ行ってもあれも返されるし、あれ、スタイルズクラッシュやったのに、あれ、パッケージドライバーも決まらない。ましてや、そのタイミングで石井まだ垂直落下ブレンバスターの構えも出してねえし、あ、やべえ、これ石井勝つかなとかっていろいろ思ったりしましたけども、まあ結果オーライっていう風な感じですね。あってことで、やっぱり、えー、次の、えー、VS5 等対チェーズ、5等チェーズが組まれますけども、 やっぱまあ、これは、ビシャモンの IWGP タッグ、もう予約確定っていう感じですね。はい、そんな感じです。はい、以上です。はい、続きまして、えー、グレート艦隊対タンガロア。はい、この試合の感想。まあ、この試合も、正直若干読みづらいっちゃ読みづらいところではあったんですけど、まあ、読みづらいっていうか、あんまり誰も期待してないから、勝敗がどっちでもいいよねっていう、まあ、そういう目線だったと思うんですけども、まあ、僕も攻略も作った時とか、まあ、正直そんな感じだったんですよね。うん。まあ、ただ、やっぱりこの、 グレート・オーカンが負けて、タンガ・ロアが勝つっていう、まあその理由の根拠を、えーまあ、今改めてこう振り返っていくと、ここでタンガ・ロアが1回戦であっさり負けると、ちょっとタンガ・ロアかわいそうだなっていう、そういう気持ちになるじゃないですか。タマ・トンガが対談して、で、弟のタンガ・ロアは、えー、どうなるのかって、ちょっと不安視されてたところを、 この今新日本プロレスに残留する形になったんで、なので、タンガルはありがとうっていう、なんかそういう今、そういう空気感あるじゃないですか。にもかかわらず、ここであっさり1回戦負けってなると、ちょっとタンガルはせっかく残ったのにかわいそうだねっていう、そういうイメージついちゃうんで、だからさすがに、まあ1回戦で、まあ勝つこと、負けるってことはないかなみたいな、まあそういう感じの目線でいましたね。で、まあやっぱり結局、タンガルは勝,勝ったっていう感じですね。はい。で、まあそんなところですね。はい。 まあそんなところでまあ試合はまあなんだろうなあエイプシットがつなぎ技になってましたねはいで新フィニッシュが謎のタンガローの神声はあまあそんな感じですかねはい以上ですはいで最後にメインイベント僕の中で注目だったデビッド・フィンレイ対 TJP はい、えー、この試合の感想うーんやっ やっぱり順当にフィンレイ勝つよねっていう、そんな感じですね。いざ、この試合が始まって、まあ、序盤のこう試合とか見てみながら、あれ、これワンチャン TJP が勝つ可能性あんのかなとかって、いろいろいろんなパターンを考えながら、この試合見てたんですけども、いや、でもやっぱりこの試合は、どっからどう考えてもフィンレイが勝つなっていうのを確信しましたね。この僕がこれフィンレイが勝つなっていう確信がやっぱ取れたのは、この1個前の試合で、 タンガロアが勝ったったていう時点、うん、これでやっぱりもう完璧にこの TJP 対フィンレイはフィンレイが勝つっていうそこのパズルが完成したっていう感じになりますね、まあ、これ何かっていうと次組まれるのが、えー、フィンレイとタンガロアが3.12でしたっけかあの愛媛、えー、宇和島でしたっけか宇和島でこのフィンレイ対タンガロアに 結局今なったんですけどももしこれが今回 TJP が勝ってたら TJP 対タンガロアこういう組み合わせになっていたんですよでもいや今の TJP で VS タンガロアっていやこれちょっと厳しいよなっていう感じなんですよで今回の結果を踏まえて次のその宇和島のトーナメントって後藤対チェイズ フィンレー対タンガロアっていうカードなんですよ。だからこれって、フィンレー対タンガロアがメインイベントになるのは、まあほぼ確定的なんですよね。でも、こ、これもし TJP が勝って、TJP 対タンガロアがメインイベントです。これってちょっとさすがに弱いよねっていう感じになるんですよね。まあぶっちゃけフィンレー対タンガロアも、まああんまり対して変わんないようなレベルのカードってカードなんですけども、今のランク的に言うと、 フィンンレイがまあ A プララスぐらいのランクなんで、すよでタンガロアが B ランク、で、TJP がまあギリ B ランクぐらいっていう風な感じで、さすがに A ランクなしのメインイベント、地方大会のメインイベントはさすがに組まないだろうなっていう、まあそういう考えに至ったので、なので、まあそういうことを考えていくと、うんやっぱりまあフィンレイが勝つのは順当だよねっていう、まあそういう風な、えー、形になったかなっていう、まあそんな感じですかね。はい でまあ実際のまあ今回のこの試合なんですけどももうちょっと TJP がもうちょっといいところ見せるかなとか思ったんですけども意外とちょっとあっさり気味だったかなっていう感じですね。最後のフィニッシュももう一攻防ぐらいあって TJP が粘りを見せてもう一攻防続くかなとか思ったんですけども。 その攻防もなくあ、意外とあっさりちょっと決まったかなっていう風な感じでしたね。はいうん、まあそんな感じですね、はい。まあそんなところで、まあ、順当のフィンで勝利、そんな感じの今日の試合っていう、そんな感じですね。はいでまあ、今後の TJP なんですけども、うん、やっぱり、まあ、ジュニアとヘビーの二刀流、うん、そういう動きになっていくのかなっていう感じがしますね。 とりあえず次の TJP は、アキラとのコンビ復活させて、ジュニアタックを取る。なんかこういうところから、もう一回スタートしていくのかなっていう風な感じですね。でも今回、一応ヘビー級と戦うっていう風なところで、このニュージャパンカップのトーナメントにも参加してるので、行こうと思えば、いつでもヘビー級とも戦える。そういう下地はもう作れてる感じなので、なので、まあもうちょっと様子を見ながらじゃないと100、100%は言い切れないですけども、 まあ、TJP のヘビー級とも戦いながらジュニアとも戦うこの下地が徐々にでき始めたんじゃないのかなと、えー、そんなのを思った今日のフィンレイ対 TJP、えー、それが私の感想でございますはい以上ですはいまあ、っていうふうな感じでいろいろしゃべってきましたけども結局今回の動画で何を言いたかったっていうとちょっと今回はあっさり決めだったんですけども明日朝早いんで今回はこの辺で失礼しますってこと